大会連覇なるか桜花学園。対する東京成徳大は桜花のキャプテン江村を徹底マーク。司令塔の動きを封じ込める。それでも自分でダメなら仲間へ託す。186cmのオコンクをスーザン甘かえ、このホットラインで点差を広げていく。なんとか差を詰めたい聖徳。スリーポイントシュートを何度も狙う。スリーポイントを決めることはできません。逆に桜花は仕掛けていったのは甘かな。ナイジェリア人留学生が女子決勝史上最多53得点と大爆発。これが女王の強さです。そして今ここで試合終了のブザー。ご覧いただきましたように本日のゲームは盛大な拍手をお願いします。勝って涙、負けて涙、勝って笑顔、負けて笑顔。桜花学園高等学校桜花学園が2年連続23回目の優勝を成し遂げました。今年の1年間しっかりこのウィンターカップのために準備してきて、それを最後全力出し切ることができてよかったです。今までありがとう。上昇軍団桜花学園が全国の頂点に立った。そして迎えた準決勝、洛南は司令塔を欠いた。だからこそ小川の分まで。相手は初優勝を狙う同じ京都の東山。司令塔の米須を中心に得点を重ねられていく。一方洛南は小川の穴を埋められない。すると第4クォーター前、自分がコートに立てないのは一番悔しいですけど、頼んだって気持ちでいっぱいでした。その思いに3年生が、いつも支えてくれた小川のために小川をベスト5にしてあげたいっていう思いがあって、小川に今まで頼ってた分、全員で絶対もう一回勝とう。意地は見せたが勝者は東山。3年生全員得点で決勝進出を決めた。ここまで来れたのはお前が頑張ってくれた。俺に感謝する。いえ、赤いよね。42年連続出場の伝統校北陸と、準々決勝で去年の王者福岡第一を破った仙台大明星の一戦。明星は八村二世と呼ばれる2年生山崎イブを中心にリードを奪う。ここではルーズボールを追いかけ、コートの外に出るボールを味方へ。このハッスルプレーなどで明星は前半を4点リードで終える。一方北陸は後半、武器のスリーポイントで反撃。再びリードされた最終第4クォーターにも、これでまた逆転。止まらない長距離砲、明星を突き放す。それでも明星は山崎イブ、お返しのスリーポイントで食らいついていく。
そして1点ビハインドで迎えた試合残り41秒、3年生越田がフリースロー2本のチャンス。あんまフリースロー得意ではないんですけど、最後タイムアウト取った時にお前なら決めれるっていうことを言ってくださって、それで自分も決めなきゃと思って。1本目を決め同点。2本目は明生勝ち越し。その後1点を加え残り 8.9 秒、北陸最後の攻撃、入れば逆転のスリーポイント。最後は守りきった明生が3年ぶりの決勝進出を決めた。励ましの言葉をくれたので決めることができました。素直にホッとしました。3年生が引っ張ってくれてチームが勝ったので良かったです。自分たちのやるべきことをしっかりやって優勝したいです。